はい、では、モーリス産駒とドゥラメンテ産駒の成績を、比較していきます。目次としては以下の6点で、比較するんですが、全体成績、競馬場、距離、馬体重、サンデーサイレンスのクロスの効果、そして、セックスバイアス、性別による成績の差ですね、この6点で比較することで、この新種5馬の特徴を浮き彫りにしていこうというのが今回の動画の狙いです。はい、ではまず勝利数の比較ですね。全体的な成績において、勝利数だったり、回収率、復勝率、いろんな点を見ていきますと、青がモーリス、赤がドゥラメンテということで以下のデータを見ていきますが、上回る数値の方に赤いマークつけましたが、特徴的なのはですね、ドゥラメンテ、モーリス、それぞれ約今30勝上げていて、新種5馬のレベルとしては同じぐらいだと思うんですが、勝率面でドゥラメンテが上回っていて、連帯率、復勝率、つまり馬券台に来る確率自体はモーリス産駒の方が高いと。で、その率通りにですね、回収率の方でもドゥラメンテが単回収が上、モーリスの方が副回収が上ということで、馬券的な付き合い的にも結構これは目安になる数字かなと思いますね。ドゥラメンテ産駒を単勝で買う、モーリス産駒は三連系、ワイド系の軸になると、そういったイメージかなと思いますね。あとはですね、勝ち上がり率、要するにデビューした馬がどれぐらいの割合で1勝を上げるかっていうところで見ますと、やはり勝率に比例してドゥラメンテ産駒の方が勝ち上がり率はわずかにながら高いと。大体なので、2頭の種5はですね、優劣を語るというよりかは、馬券の上で考えますと勝率で勝るドゥラメンテに対して安定感のモーリス、こういった認識でいいんじゃないかと思いますね。ちなみにこれから2歳 G1 は増えていきますし、朝日杯もちろんですし、ホープル、そして春を迎えれば3歳のクラシックが始まりますが、現状サンプルは少ないですが、それぞれまだあまり重賞では活躍していないというか、重賞勝利もありません。次に得意な競馬場を比較してみたいと思います。こちらのグラフですね、若干見づらいかもしれませんが、データ数の視野というのを黒いラインで取っているんですね。これつまりこの競馬場においての出走回数だと考えてくださいね。でそれに対して赤が1着数の視野率、黄色が賞金の視野率ということで、あくまで視野率なんですね。左の例えば一番上が 0.3 となってますが、これは要するに 30% という意味です。なので黒いラインよりも赤や黄色のラインが上にあるポイントが、その競馬場が得意であるということの目安になると思います。その出走日に対して1着数の日が多いということが、分かるということなので、それで見ていきますと、まずモーリス産駒で顕著なのが、赤いラインがですね、非常に上に出ているところ、中山ですね。中山競馬場がですね、出走日に対しての1着数の視野が非常に多いと、抜けて多いと。次にやはり中京競馬場ですね。似たような坂のあるコースですが、ただ阪神競馬場なんかだと出走数の割には勝ってないという傾向が見られますが、とにかく言えることとしては、中山が抜群に得意で、時点で中京コース、つまり比較的時計のかかる、坂のあるコースに強いということが言えるかなと思います。次に右側ドゥラメンテの方を見ていきますと、黒のラインを上回る部分というのはですね、ほとんど、なくて、中京がわずかにというところ、阪神がわずかにぐらいの感じで、東京の方は出走数の割には勝ってないぐらいで、あまりこうですね、偏りはないかなと。つまり競馬場の 間での偏りはないというか、まんべんなく走るというか、どこが得意どこが不得意ということはドゥラメンテ産駒については現状は言えないかなと言えますね。それをですね、ちょっと補足するという意味で勝利数の推移というものを見ていきますと、デビュー6月の 7日の週からですね、新馬が始まりまして、今動画作成している12月13日の週までの勝利数の累積数ですね、累積の勝利数を書いているんですが、やはり皆さんご存知の通りですね、モーリス産駒はデビュー以来なかなか勝てずに、ようやく勝ったのが6週目ということなんですが、ただその後ですね、赤のラインに対して青のラインが徐々に追いついてきますね。この9月ら辺からですね。そこがちょうどやはり中山中京開催なんですね。先ほどのモーリス産駒の得意な競馬場を紹介しましたが、この中山中京開催で勝利数を一気に上げてきて、そこからモーリス産駒、ドゥラメンテ産駒の勝利数というのは、ほぼ横ばいというか、差がない形で今争っているような状況ですね。
まあ、つまりスタートダッシュで遅れたモーリスが秋から猛追しているという、まあ、モーリス産駒の、まあ、かねてから言われていた晩成傾向というのは少し読み取れるかなと思います。次に得意な距離で2頭を比較しますが、こちらも先ほどと同じ同様のグラフでチェックしますと、まあ、フロの方が結局出走割合なので、でこれ形結構違うっていうのは面白いところですよね。まあ、モーリス産駒の特徴はですね、まあ、どこが得意と言われれば、やはりフロを大きく上回っているのは2000メートルのところですね。まあ、1200もわずかに。まあ、1600はまあ同じぐらいと。まあ、それに対して1004、1008の成績はちょっと悪いかなということで、2000メートルがベストという一方で1200メートルもいいということで、まあ、中距離馬と短距離馬が分かりやすく産駒の傾向として分かれているというふうに考えるのがいいんじゃないかと思います。まあ、次にドゥラメンテはですね、やはり先ほどと同様あまりこう差がないというか、黒のラインと赤のラインに差がないということは、まあ、その各競馬場において出走数と同じぐらいの比率1着を取っているということを表していますね。ただまあ一方で一番左端ですね、赤が一番ゼロについてますが、まんべんなく勝利を上げているものの、1200m では未だゼロ勝ということで、まあ、ドラメンテ産駒、あまり短距離適性がない馬は多いのかもしれません。次に馬体重ですね。まあ、産駒の傾向、馬体重傾向、あるいはどれぐらいの馬体重だったら、強い馬が出てくるのかっていうところを見ていきますと、まあ、同様のグラフ、ちょっと見飽きちゃったかもしれませんが、まあ、特徴的なのはやはりモーリス産駒が、黒のラインより上に上がっているのは、まあ、もちろん400台後半というのはどの種目も同じだと思うんですが、この500を超えてからですね、500を超えてから赤のラインが上に来ているというところで、まあ、モーリス産駒はでっかいモーリスは、勝率が高いと言えますね。まあ、全体的にでかい傾向ありますし、パドックを見てもですね、いかにもモーリスという産駒が非常に多いですね。かなり、パワフルな感じで、これはさっとダッシュできるのかなっていう不安になっちゃう部分もあるような産駒多いですが、まあ、しかし逆に言えばそういったパワーがしっかり伝わっている方が逆にモーリスの良さが伝わっているということで、まあ、勝率自体は高いのかなと。まあ、一方でドゥラメンテの方はですね、まあ、それこちらもやはりそれほどに大きな差はなく、先ほどみたいに、まあ、体重が大きければ大きいほどいいみたいなことも言えないので、まあ、大体程よいライン、400台後半の馬体重というところがベストかなと。まあ、次にサンデーサイレンスのクロス、まあ、インブリードと言ってもいいですが、まあ、それによる効果の比較ですね、サンデークロスのあるなしによる成績比較をしたときに、じゃあモーリス産駒、ドゥラメンテ産駒にどういう差があるのかということをこの円グラフで証明したいと思います。クロスありが青、クロスなしが緑なんですが、まずそもそもの出走数、そしてまあ産駒数自体がモーリス産駒の大半がサンデークロスを持っているのに対して、ドゥラメンテ産駒というのはですね、サンデークロスを持っている馬は少ないと、で出走数でいうと3割に当たるというところですね。まあ、これは4台前にサンデーを持つモーリスに対して3台前にサンデーを持つドゥラメンテというところで、まあ、サンデーサイレンスの近さを考慮してクロスする頭数がこういった差が出ているんだと思います。そして勝利数のシェアとしては、まあ、モーリスは産駒数に比例した形なんですが、こちら特徴的なのがドゥラメンテがですね、出走数に比して、サンデークロスありの場合に全く勝てていないと。出走数 30% に対して勝利数シェアが 13% ということで、サンデークロスを持たない馬の勝利数が非常に多いということがわかります。まあ、同様にその賞金シェアも見ておきますと、まあ、モーリスはやはり同じ。やはりドゥラメンテの場合はサンデークロスがない場合の方が賞金シェア率が高いということで、ドゥラメンテ産駒についてはですね、サンデークロスは逆効果かもということが今ここまでのデータからは言えるかもしれません。まあ、3台前にサンデークロス、サンデーサイレンスがあるということで、まあ、4×4 のような形が作れないっていうのが一つの、まあ、ポイントかもしれませんね。まあ、3×4 しか基本的には作れないということですね。まあ、3×3 はあまりサンデークロスでは今成功していないので、まあ、なので、時間がある場合にですね、出走馬の血統表を見たときに、ドゥラメンテにサンデークロスがない方がいいんじゃないかっていうのは、デビュー戦なんかでも一つの馬券戦略として使えると思います。まあ、最後にセックスバイアスというか、まあ、こちら、あ、ちょっと、あれですね、タイトルの方間違っていますが、性別の比較だと思ってください。こちら、青がボバ、緑が牝馬っていう構成になっていて、まあ、もちろん大体半分半分なんですが、
勝利数のシェアでいきますと、モーリスが 50% の5馬に対して 60%、 ドラメテが 55% の5馬出走に対して 71% の勝利シェア、賞金が60、40、75、25。これやはりですね、やはりと言いますか、まあ、どちらの3区ももちろんこれやっぱボバの方が多少は高くなりますが、ドゥラメントの方がですね、ボバの勝利数シェア、賞金シェアが出走比に対して多いというところで、まあ、正直個人的には意外だったんですが、ロベルト系って結構ボバに偏りがちな傾向があるので、モーリス3区はボバが強いのかなと思っていたわけなんですが、意外にドゥラメントの方がボバへの偏りが大きいというか、ボバの成績の方がいいということが、ここまでのデータからは読み取れました。まあ、ちょっと足早ではありましたが、この新種ボバの代表格であるモーリスとドゥラメンテについて、まあ、2020年が終わろうとしているこの時期に一度復習しておきました。まあ、これによって2歳 G1、そしてまた春のクラシックに、少し参考になればいいかなと思っています。またダービーが終わる頃にこの動画を作って、まあ、1年間の成績を、整理したいと思います。まあ、では今回の動画がいいと思った方は吉田茂チャンネルの方を登録、もしくはいいねの方をよろしくお願いします。では終わりたいと思います。